はい、どうも、しのちゃんです。厳選層をやっていきたいと思います。ということで、まあ、今日ちょっとテンション、ちょっとすげえ上がんないんですけど、まあ一応更新来たんでね、まあ軽く雑談がてらにさ、最後ガチャでもしていこうというところで、まあ、しのちゃんが欲しかった、ね、UR の80かけらのやつは、まあ販売期間まだ来ないんで、まあそれを楽しみにしたいとこですけどね。この UR のさ、このユニットかけら、かける40。ちょっと今回ね、これ優勝2000のくせに、まあ桜が入ってるとはいえ、まあ微妙なとこですよね。まあ桜欲しい人は、まあこれ買って、プラスこっちのかけらも買って、まあ、凸はしやすくなるのかなと思いますけどね。どうなんすかね。召喚。今日はね、これ最後にこれやっていきます。うん。で、この桜ね。正直 FFBE のキャラらしいんですが、まあ、FFBB はさ、BE はさ、まあちょっと軽く1ヶ月ぐらいやってもう早々にやめちゃったやつなんで、まあ詳しく全然ないんですけど、まあ全然惹かれないかな。うん、 2D のイラストも全然、もちろんまあね、再デザイネーションなんで美しいっちゃ美しいですけど、全然好みじゃないですね。 3D のイラストも全然好みじゃない。うん、でアリムはまあストーリーで出てきましたけど、まあ SSR で、まあこいつも好みじゃないですね。まあ毎回言ってますけど、まあこれはスクエニに限らずっていうとこではあるんですが、本当に女キャラばっかだなと思いますね。いやー、いらないなー。うーん、いらない。多分こいつめっちゃ高火力な魔法使いがまた登場ってとこっすね。だからメディエナ接待、イルディラ接待、ね、この後桜接待が始まってくんでしょうね。いいんだよ、もう魔法使いの接待は。女魔法使い接待もういいんだよ、マジで。だったらさ、この雷竜 SSR から UR に昇格しましたって言った方がガチャしますね。雷竜のイラストめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、3D のイラストもめちゃくちゃかっこいいんですよ。雷竜ね。イラスト完璧。3D も完璧。いや、マジでかっこいいな。最初ね、本当に、雷竜かっこよすぎて、SSR だけど、かけら買おうかなと迷うくらい、ブンドルも持ってるし、それくらいね、雷竜ちょっと育てようかなと思ってたんですけど、まあ、SSR なんでやっぱ踏みとどまりましたけどね。それくらい雷竜はね、好きです。まあ、本当に UR だったら確実に、もう取りに行って、貫突したいキャラの一人なんですけどね。イラストかっこいいもんな。雷竜マジでかっこいい。まあ、初期のメンバーだとさ、ほんとエルデと、雷竜。エルデ、雷竜、ギルガメッシュかな。個人的に、ベスト3を決めるならね。エルデ、雷竜、ギルガメッシュだな。初期のイラストと 3D デザインの完成度の高さのランキングね。また、ソシアもかなりかっこいいですからね。ソシアもそろそろさ、なんか UR で来てもいいと思うんだけどな。ソシアかなりいいっすよね。ソシアあまりにもかっこよくて。初めてあの SR でさ、まあずっと前に貫突動画出してますけど、あまりにかっこよくて、SR だけど一応育てたキャラクターっすね。まあそんな感じで。まあ、ただ今回は本当にね、まあちょっと本当に好みじゃないんで、まあ多分超強いんでしょうけど、
まあするっすかね。エターナルペインも多分強そうだな。ムビは？いやもう全然好みじゃない。シノちゃんの好みの真逆を言ってますね。すべてにおいて。HOR が雷と光、二属性の範囲魔法を使うことが、なるほど、雷も使えるんだ。ただね、いろんなコメント欄見てたら、この桜は雷だろうっていうコメントがものすごい多かったんですけど、多分原作のね、FFB が多分雷属性なんでしょうね。だからコメント欄で、桜は雷属性だろうっていうコメントが、多分多かったんだろうなと思いますね。いや、そこら辺は忠実にさ、するべきだと思いますけどね。ここでさ、無理に光と、雷の二属性の魔法アタッカータイプにしないで、普通に純粋に雷属性で強いやつ入れてもよかったんじゃないかなと思いますけどね。そこら辺がさ、ゲーム戦争の、やっぱ、開発というか運営はさ、分かってねえよな。雷ってスカールでしたっけ？雷の UR ってスカールだったっけ？だからか。魔法使いでもスカールもいて、確か SSR のあいつ、SSR のあいつ名前忘れちゃった。あ、サリア。サリアも雷ね。なるほどね。サリアとスカールが雷で多分いるから、まあ多分、そういう原作の属性とかを無視して、無理くり桜っていうやつを入れてきたんでしょうね。光属性に魔法使いがマッシュリーしかいないから、なるほどね。いや、そんなくだらない、運営の都合でさ、属性をコロコロ変えるのはね、これはもうユーザーにとってマイナスだしかないと思うんすよね。そう思いませんか？ただ、さくら全然好みじゃないし、FFBB やってないからこいつ知らないっすけど、そう思います。いや、ほんと分かってねえよな。そういう些細なことがさ、ユーザー離れちゃう原因になるんだからさ、ほんとね、許せない。ほんと許せない。いや、FFB 知らないし、マジで桜が雷属性ってことも知らないけど、コメント欄見てる限りで桜は雷属性であるべきなんですよ。多分ね。赤魔導士の、言霊使い。言霊使い強いからな。強いんだろうな。いやー、多分また下手したら多分イルディラ接待、メディエナ接待からのイルディラ接待に変わったじゃないですか。これワンチャン、言霊使い持ってるから、ワンチャン、イルディラ接待から、桜接待にこれから変わっていく可能性がね、あるかなと思います。まあ、ただ、やっぱりその女魔法使い接待がこれからも続いていくのかなと思いますけどね。イルディラ、メディエナ、サクラ、いや気持ち悪いわ。で、今回ね、一応イベント、一応この高難度のさ、EX クエストは、まあ一応クリアしてきました、ミッションで。まあこの高難度の方は普通にオートでやってクリアできてて、こっちに関しては、オートでやってもこのヒットポイント回復量1000以下が達成できてなかったんで、一応手動でやって、3回目でクリアできましたね。ちょっとめんどくさかった。いつも光の戦士でさ、この光の戦士でさ、タンクしてさ、ミッション達成したいとこなんですけど、まあ、ちょっとね、敵の数が多いっていうのもあって、
ちょっと光の戦士一体じゃ、ちょっと、全員ボスを、敵を殲滅するまでに、ちょっと耐久しきれなくて、ちょっと1回目、2回目ミスしちゃいましたね。3回目で、ちょっとダメージをさ、光の戦士だけじゃなくて、全体的に分散して、なんとかこの1ポイント回復量1000以下はね、でも3回目も結局ね、光の戦士死んじゃったんですよ、確か。ギリギリ。スカールが鬱陶しくて。ただ、ローザのレイズで光の戦士を復活させて、多分それが1000以下だったんでしょうね。ヒットポイント回復量ね。レイズはヒットポイント回復量が多分1000以下だったから、3回目も一応光の戦士死んじゃったんですけど、一応クリア直前にレイズで復活させて、一応ミッションコンプリートですね。あとは今は普通にもうオートで周回してます。しのちゃんの持ってる最強メンバーでね、周回してます。だから、いいでしょうって感じですね。ただ問題はマルチですけどね。マルチも別にミッションだけやる分には別に、多分そこはね難しくないと思うんで、マルチの、このね、この EX クエストも多分問題ないとは思います、多分ね。ミッションクリアしたらもうやんない、回ることはないと思いますけどね。ひたすらソロのイベントクエストで、周回してレシピを貯めていこうかなって感じで。ただ問題はこのチャレンジクエストっすね。前回もクソ難しかったじゃないですか。で今回もクソ難しいんですけど、まだチャレンジもしてないんでわかんないですけど、ある程度ね、情報が出たらね、やってみようかなと思います。こういうめんどくさそうなやつはさ、どのゲームもですけど、結構、もう、イベント終わるギリギリまで引っ張っちゃうタイプなんで、めんどくさくて。なるべくね、6日後くらいにはやろうかな。レシピ集まり終わったらやろうかなって感じですかね。チャレンジクエストはね。で、このレシピ、ねえ、このプルナスラーミナ、なんだこれ、言いづれな。だから完全に桜専用の武器ですね。光属性アビリティ、雷属性アビリティ、攻撃力アップ。で、多分、作ってないですけど、多分マジックになったら多分消灯魔力も高いんでしょうしね。だから、サリアに装備させるか、今回のサクラに装備させるかっていうところになってくるんでしょうね。ただ、こいつに関しては、素材がね、結構あるので、多分、普通にレシピが集まる頃には、多分この、狼の牙っていうのも集まると思うんで、多分この武器に関しては、レシピさえ集まりさえすれば、プラス5作れるかなとは思うんですけど、最近ちょこちょこね、昨日の動画でも話したんですけど、問題はレシピと、秘伝書じゃなくて、問題はこういう、樹液痕みたいな、こういうさ、膨大に、必要数がさ、サラサラした液体とか、こういう膨大なさ、素材、必要なやつが、一番ネックになってきてるなって思います、最近はね。だから、変な話、この武器が、レシピ集まっても、ここでさ、この謎めいた樹液痕を、2000数百個使ってさ、使っちゃったら、またこの樹液痕を2000数百個貯めるの大変なんで、やっぱその、しのちゃんが持ってる手持ちのキャラで装備させたい武器を登場するときのために、ちょっと貯蓄取っとくのはね、ありかなって思ってんすよね。ちょっとむやみやたらに武具育成はね、してらんないなというところで。そんな感じで。あとはね、ちょうど今日ね、念願の、
ハードクエスト回りてきてたこの L でね、カンストついに終わりました。まあ、ハードクエスト回ったり回らなかったり、まあ、地道に貯めてって、回りたいやついなくなったらハードクエスト L で入れてみたいな、ずっと入れてきたわけじゃないですけど、まあ、ついにね、完結しました。うん、ただ軽くまだ全然ジョブレベルとかもレベル上げてないんですけど、軽くアリーナでさ、使ってみた感じ、まあ、オートですけどね、うん、使ってみた感じを言うと、クソ弱えなって思いましたね。うん。うん。やっぱカインと比べるとやっぱさ、ジャンプもないし、ムーブもないから、相当使いづらい。うん。使いづらかったわ。で、今日はたまたまね、時間あったんで、まあ、普段マッチバトルの時とかはさ、仕事中だからオートでしかやらないんですけど、今日はクラスマッチの時手空いてたんで、初めてね、マッチバトルっていうの、初めて手動でやってみた、見ました。うん。手動でやったら、5戦全勝でしたね。まあだからそんなもんなんですかね。まあいつもフリーマッチやると、まあ最近はね、鈴手に入れてからは比較的、まあ、勝率、前はさ、1割、2割とかだったのが、3割、4割くらいにはなったかなっていう気はするんですけど、まあ、ただ初めて手動でやったら、結構余裕で5回中5回ともね、クリア、倒せました。うん。まあそんな感じで、うん。最後ね、この SS 以上の、確定ビジョンカード召喚いきます。ちゃんとスキップ切って。さ、フェンリルか、アイガイオン。まあ、フェンリルですね。フェンリルが欲しいです。フェンリルでお願いします。さ、お願いします。よく出るなぁ。2ヘッドドラゴン。ツインヘッドドラゴン。こいつよく出ますね。こいつマジよく出る。あとこれいいよね。1日1回のこのかけら無料のやつね。これすごくいいと思います。UR のかけら2個出るんで。2個とか2枠出るんで。もうスキップでいいかな。さあ誰だ、おー、ルアーサと、ルアーサと、レインと、ルア、おー、いいじゃん、すげえな。2枠どころか、2枠どころか、4枠。レイン、ルアーサ10枚の、ささやき。素晴らしい。このガチャいいよね。なおさらこういうガチャが来るなら、こういう1日1回無料とかのかけらの、ガチャとか来るなら、最近すげえかけらの配布がやたら多くなってるんで、なおさらさ、今はないっすけど、今はあるか。まあ、いや、今はないけど、今度出るさ、UR4 体確定のガチャとか、やる旨味がないんですよね。桜とか入ってないとね。変な話、この3ステップアップユニット1体召喚も、まあ、あんまり、ね、ちょっとやる価値ないかなって気しますけどね。うん、1日1回無料であんだけかけらね、取れるわけですから、今なんて言うたらさ、20枚かけら無料で手に入ってるんでね。まあだからやっぱりしのちゃんは、今回も、まあね、来たるべき、コラボの時のために、まあちょっとね、石をね、貯蓄していきたいと思います。まあもちろん工場キャラでも、前回のニブルみたいに、めちゃくちゃイラストとか、3D のデザイン好みなキャラクターが来たら、もちろん取りに行きます。ね、ガチャはやりますけど、まあ、今回みたいに、大して欲しくもない、工場キャラが来たら、まあさすがにスルーして、まあ来たるべきね、キャラの登場のために、
多分今月末くらいに、まあ限定キャラ来ると思うんで、多分この桜の、召喚終わったくらいで、まあ何かしらの限定キャラが来ると思います。うん。絶対来ると思う。ハロウィンにはまだ早いかな。どうだろう。ちょっとハロウィンにはまだ早いけど、ワンチャンあるかな。いや、ないな。ハロウィンはないな。いや、多分下手したらね、多分本当にこの前も動画で言いましたけど、多分ね、FF ナンバリングコラボ来ると思うんですよね。一回、もう一回ぐらい。それを挟んでからのハロウィンの、期間限定キャラが来ると思うんですよね。まあ、ただ、再デザイネーションだから、個人的には別に FF にこだわらず、別にブレイブリーエフェクトとかでもね、全然大歓迎です。まあ、なんならさ、前回メビウスファイナルファンタジーがサービス終了した時、メビウスファイナルファンタジーコラボが来たんですよ。うん。で、今回ブレイブリーエフェクトの、アプリゲームが終了したので、終了したのかするのかわかんないですけど、まあそれもね、最初2、3ヶ月やって、まあ結構好みだったんですけど、まあ、うん。まあ確かね、オートであまりできない感じだったんで、やめちゃったんですけど、ただそれが終わったんで、もしかしたら、そのブレイブリーエフェクトの、コラボもワンチャンあるんじゃないかなと思いますね。うん。メビウスファイナルファンタジーがコラボあったくらいだから、うん、ワンチャンあると思う。うん。まあでも、ブレイブリーエフェクトだったらさ、まあ、そのアプリゲームじゃなくて、普通に、原作の方のキャラクター出ても、全然欲しいっすけどね。うん。まあ、そんな感じで、うん。まあ、今回ね、桜はちょっと、保留したいと思います。うん、そんな感じで、どうもありがとうございました。バイバイ。